待って、なんかタバコダメなんじゃないかなと思ってる。それは正解だと思いますので、まあ、エイジングしていくときに一番大事なのはですね、20代のスキンケアではなく、30代のスキンケアではなく、50歳からのスキンケアということですね。まあ、キャッチーな言葉で30代からの何々化粧品みたいなやつがあるんですけども、まあ、そういうような話ではないです。まあ、医学的な観点にのっとった話になりますので、まずこの表を見てみてください。年齢と、まあ、角質、皮脂腺、肌の状態、肌トラブルみたいなことで表にしてまとめたんですけれども、50歳からというところを見ていただくとですね、角質層が薄くなりますね。ターンオーバーがどんどん衰えてきて角質層が薄くなっていく。低層の部分で角化細胞がどんどんこう増殖している部分は非常に角質の部分が厚くて成熟しているんですけども、50歳以降になると角質の部分が薄くなる。それから皮脂腺の分泌、皮脂腺や汗腺ですね、まあ、皮脂腺汗腺の分泌が衰えてくる。あまり汗が出なくなってくる。あまり、皮脂が分泌されないというような状態になる。それから肌の状態、真皮も含めてですね、耐候性変化といって、まあ、真皮層がどんどん薄くなってくる。まあ、保水能力が低くなってきて、まあ、真皮部分が薄い、保水能力が低い。そうすると、シワになりやすいみたいな状態が起こってきます。で、まあ、49歳まで安定してて50歳からパタッとこんなになる、そんなバカな話ではなくてですね、まあ、一応、シンボリックに50歳からというふうに考えてみてください。で、まあ、大体、まあ、20歳ぐらい成人してから、40歳未満までというのはですね、角質も非常に厚くて、皮脂腺の分泌、汗腺の分泌も安定していて、皮膚の状態が安定しているという時期になります。当然このような時期に、同じようなスキンケアをしてもいいわけはないです。まあ、結論から言うとですね、あんまり無茶にやったりとか、あんまり20代、30代、40代の頃にやっていたアクティブなスキンケアは控えた方がいいのかなと思います。例えばですね、あの美容医療にしてもですね、ピーリングとかレーザーとか光治療とか、それからいっぱいファンデーションを塗ってお化粧をしてクレンジングマッサージをしたりとか、そういうようなものっていうのは、あの、まあ30代とか40代だったら多少間違ったことをしてもリカバリーする能力があるんですけれども、まあ、50歳以降を超えるとですね、皮脂腺の分泌は衰えてくる。それから角質は薄くなってくる。バリア機能は衰えてくる。まあ、真皮層も薄くなって保水能力もどんどん落ちてくるということで、あんまり無茶をやると昔の、まあ30代だったら間違ったことをやっても回復したのに回復しないということが起こってきますので、あまりアクティブなスキンケアはしないというようなことが基本になります。それからピーリングとかですね、それからこうクレンジングとかっていうのも若い時にはゴシゴシやってたんですけど、もう50歳過ぎたらそんなアクティブなことをしない方がいいかなというふうに思います。まあ、自分の皮脂とか、まあ、保湿とかそういうようなものを守る、こすらない、刺激を与えないという方向にどんどんシフトしていった方がいいのかなと思います。まあ、医療にしてもですね、あの美容皮膚科にしてもですね、ピーリングとかですね、それからダーマペンとかですね、レーザー治療とか、そういうようなものというものはもう50歳以上超えたらできたらこうフェードアウトしていくようにした方がいいんじゃないかなと思います。これは、まあ、あくまでも個人差があることですので、50歳超えても、アクティブなその美容医療やったりとかアクティブなスキンケアをやってもいい人はいるとは思うんですけども、全体的に言うとこのような変化が出てくるということを前提として、まあ今自分はどういうようなスキンケアをやったらいいのかっていうと、そんなにアクティブにガンガン攻めるようなスキンケアということはやらない方がいいと思います。ずっとパックをして、お風呂に入ったりとかですね、お風呂に入りながらクレンジングしたりとか、そんなことはもう50代過ぎたらやめた方がいいかな、卒業した方がいいかなというふうに思ってます。以上。今までですね、あの動画を見てくださっている方、には私がこういろいろはしない方がいいよってことをいろいろ小柔道のように言ってきました。で、ただですね、今回の動画はそれをもう一回反芻するような二番煎じのような動画にするつもりはないですね。で、多分この動画を見ている方っていうのは2つに類型されるのかなと思います。3つかもしれないですね。1つ目は、まあ、私の、チャンネル登録をしてくれて、まあ多分惰性で見ているということの人申し訳ない、悪意はないですね。それからもう一つはですね、この動画がサムネで出てきてですね、
今すぐやめるべきスキンケアということで、なんとなく自分のやってるスキンケアが大丈夫なのかなっていう人たち、もう結論から言うとですね、そういうような感じで見てくれる人っていうのは大丈夫です、自信を持ってやりましょうというような結論になります。もう一つはですね、もうトラブルを抱えて今のスキンケアを何とかしたい、今自分がやってるスキンケア間違ってるんじゃないか、どこかを直せばいいんじゃないか、私だって肌がガサガサだもんとか、いつも赤ら顔だもんみたいな人が見ているかなと思います。その人たちにはやっぱりこういう点を変えた方がいいのかなということで、私の過去の動画を見てくださいということで終わらせるのではなくて、ちょっと網羅的な、目次みたいな、そんなようなことをお話しようと思います。最初にも言ったようにですね、なんとなく不安でも、今のやってるスキンケアなんとなく不安、50代になってどんどんエイジングしていくけど、このままエイジングが進んでいくんじゃないかな、なんとなく不安、何かもっとアンチエイジングのようなスキンケアがあるんじゃないかなみたいな感じで見てくださってる方に関しては大丈夫です。なんとなく不安っていうのはみんな感じてるので、エイジングしていくときに一番大事なのはですね、スキンケアという局所的なものではなくて、トータルに健康とかですね、生きがいとか、そういうようなものを見て、その中でのピースとしてのスキンケアみたいなものに当てはめる。で、そのスキンケアそのもの自体がなんとなく不安ということであれば大丈夫です。そのまま続けていってもいいと思います。そのような不安を抱えて生きるよりも、やっぱりこう全体としてバランスとしてスキンケアを考えた方がいいのかな。そういう人たちには今、50代、60代、70代になっていくときに、このまんま、このスキンケアでいいのかしらっていう思うのは大丈夫ですっていうような答えになります。もう一つですね、やっぱり今肌 トラブルとまでは言わないんですけども、なんとなく自分の、スキンケアが気になっているという人に関してはですね、過去の動画の言ってきたんですけども、クレンジングとかですね、シートパックとか、それから二度洗顔とかスクラブとか、そういうようなものは見直してみたらいかがでしょうかというようなことを言います。ただしですね、私クレンジングもゴシゴシやってるし、二度洗顔もやるし、シートパックもやるし、表情筋トレーニングもやるし、北条先生があまりって言ってること全部やってるんだけど、でも大丈夫です。それは自分自身何かトラブルを抱えていない、なんとなく不安ということであるのだけであれば、表情筋トレーニングをやめる必要もないですし、クレンジングをやめる必要もないですし、スクラブをやめる必要もないと思います。ただ、皆さん、うすうすどこかの中でタバコスパスパ吸ってる人だったら、なんとなくタバコダメなんじゃないかなと思ってる。それは正解だと思いますので、タバコはやめた方がいいのかなと思います。あと UV ケアはですね、これも人それぞれだと思います。極端な例で言うとですね、私が一時期その UV ケアっていうのは念入りにやってくださいっていうふうに言ってる時があったんですけれども、ある時にすごくゴルフが好きな女性が来て、私すごくゴルフが好きなんですけども、先生の話を聞いてゴルフやめることにしましたっていう、ちょっと待って待って待って、ゴルフやってやってって、これはちょっと本末転倒なのかなと思いますので、 UV ケアに関してはどうしても紫外線を浴びなきゃいけないんだったら、その中でできることをやってくださいということになります。今日はですね、50代の女性が肌のために今すぐ変えなきゃいけない、やめるというのは変えなきゃいけないみたいなことを、やめるべきスキンケアの習慣というものについてお話ししました。大丈夫です。変えなくても大丈夫です。基本的には大丈夫です。それから新しいことを追加しなくても大丈夫です。あまりネット上の情報、 YouTube の情報に惑わされなくてもいいと思います。これは私の発信している情報に惑わされなくてもいいということも言えます。 UV ケアをやんなきゃいけないって私の情報では言ってますけれども、それは自分の大好きなゴルフをやめてまで YouTube をやれ、YouTube じゃなくて UV ケアをやれという話では全然ないですのでね、二度洗顔、朝もシャカシャカと洗顔やってすごく気持ちいい、いい朝が迎えれる、いいスタートが切れるということであれば、朝に洗顔やっても全然大丈夫ですので、だから自分自身を主体として考えてやっているあなた大丈夫です、というようなと。その肌の再生量をやる、エイジングしたスキンを、培養皮膚の技術で再構築していくっていうことをやっているとですね、患者で来る皆さんというものは若くなりたい、極端に言うとですね、50代で20代の肌にしたいみたいな人が来るんですけれども、これもう結論言わなくてもそれは無理ですよって話はします。ただそうするとですね、でも50代で20代ピチピチとは言わないまでも、50代でも30代に見える人っているじゃないですか。あ、いるね、確かに。そういう人って何をやってるんですか、何を食べてるんですか、何を使ってるんですかっていうことは聞かれます。
その時に私はまあそうだねって、まあ、もごもごと言うんですけども、そもそもの話をまあいろいろまあとくとくとさせていただいてます。そもそも老化っていうものではですね、まあ、退行性変化とか萎縮とかいうような医学用語で言われてます。まあ、どういうことかというと、発生と逆の現象ですね。発生というのは、まあ、いわゆるその受精卵、お父さんとお母さんの精子と卵子が合わさって受精卵が細胞分裂していって、お母さんの子宮の中で赤ちゃんになって、人間として誕生してくる、これが 発生というやつですね。で、1個のものが爆発的に増えて数を増やしていく、1個の細胞が爆発的に数を増やす。もちろんそれから、発生で誕生した赤ちゃんは、成長といって、まあ、成体になるまでどん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 細胞分裂を繰り返して、どん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 身長が伸びて体重が伸びていく。で、これはもう受精、ただ1個の受精卵が、いろんな器官に分化して数を増やして、成体になる。じゃあそれがどうなるかというと、サイエンスの話ではなくて容易に想像ができる。一回爆発的に増えたものは今度はシュリンクしていく、まあ縮小していくということになります。どういうことかというと、受精卵が皮膚の細胞になったもの、それから筋肉になったもの、中枢神経になったもの、骨になった細胞、受精卵というものがどん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 、一回数を爆発的に増やしたものがどん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 時間をともに少なくなっていきます。まあ、骨が退行性変化を起こしていくと、骨がどんどん萎縮していってスカスカになっていく。それから筋肉の方もですね、筋骨隆々だった人がどん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 痩せを衰えていって、筋力が落ちていく。皮膚も同じように、皮膚の張りがあったものが皮膚が薄くなっていて、どんどん弾力性を失っていって、まあ、皮膚の細胞が減っていって薄っぺらくなって退行性変化を起こしていく。で、まあ、1個の受精卵が爆発的に増えたものがどん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 縮小していって、で、生命を維持できなくなった瞬間が死ぬということな、個体の死ということなんですけれども、これはもう現代科学では避けられない、そういうような流れの中で、50代で20代って無理だよというふうなことは言うんですけれども、ただやっぱり科学の発達っていうのはもともとですね、なすがままに自然の流れのままにいっちゃうことを、まあ、拒否するんですね。自然の流れのままだったら人口60億は養えてないですね、地球上。自然のままではなくて、人間の英知で大地を変えて60億住めるような惑星にしている。それから、がんになってなすがままに死んでしまうのは嫌だ。まあ、基本的に医学というのはなすがままにやっていくことへのアンチテーゼなんですけども、がんになったら何とかコントロールしよう。それから骨折してしまったらなすがままにそのままっていうことではないです。自然の動物だったら、馬だったら骨折すればイコール死を意味しますので、その骨折したところを何とか治そうみたいな、その自然のなすがままに反するというものは医学のまあ根本になります。同じように火傷をしてしまった皮膚を培養皮膚で治そう、同じようにエイジングしたところを培養皮膚で何とかしようというのが考えの一つにあります。私今までの動画で多分初めてだと思います。自分の培養皮膚での肌の再生医療しかないというのは多分これが初めての動画だと思います。50代で20代の肌になる方法、まあ、そんなものはないんですけれども、老化して退行性変化を起こした皮膚を元の状態に再構築する方法はあります。で、そうすると見た目としてはやっぱり30代とか50代でも、まあ、20代ではなかなか無理なんですけれども、30代とか30代後半とか40代前半に見えることは十分あると思います。まあ、それが医学というか、まあ自然のなすがままに対するアンチテーゼの人類の英知かなと思います。まあ、私がこの再生医療というものの心筋梗塞とかですね、それから、軟骨がすり減っちゃったとか、乳がんを取って乳房を再建する、それも細胞レベルで再建するみたいなことに見せられたのは、やっぱりその自然のなすがままでそのままついえていってしまうことへの、まあ、興味だったのかなと思います。ですので今回ですね、まあ、50代の20代になる方法はないんですかっていう人に対しては、まあ、私も同じようなことを考えて培養皮膚で肌の再生医療をやってたので、まあ、あながち否定して悪いみたいな話とはちょっと違うのかなと思って今日は動画に撮らせていただきました。ただし肌の再生医療をやったとしても50代で20代にはならないです。まあ、もちろんその30代に見られるということはよくあるとは思いますけれどもね。